100回試して1000回直した。磨き上げた後の残る酒。酒の樽の中には神様がおる。最後は神様が作るものじゃ。人の力ではどうもならん。皆腐ってしもたんですか。三浦仙三郎はの、蔵を作って8年も酒ができんかったんじゃ。花の香りのする。神様に頼る前に人ができる限りの工夫をさせちゃくれんでしょうか。百試千回。百回試して千回直す。うちも蔵に入れてください。吟醸の酒じゃ。酒の中には小さな小さな命があるんじゃな。うちええお酒作る。